思い込みで病気は治る。のんちゃんさん、プラシーボって良いのですかって話。プラシーボって偽薬って言うんですね。プラシーボっていうのは通常例えば薬の治験をする場合に粉です。単なる何の薬理効果もないよね、粉澱粉だったり何の効果もない粉と普通の新しく開発された薬を飲んでもらうんですよ。例えば100人100人で飲んでもらいますね。そしてそれぞれの効果がどのぐらいあったかっていうのを評価するんですね。例えば今開発された薬では100人中60人が治りました。おすごいね、100人中60人が治ったんだとした場合、プラシーボこの偽薬では何人治ると思いますか。皆さんちょっと書いてみてください。薬理効果がある最新薬では100人中60人が治りました。では何の薬理効果もないプラシーボは何人ぐらい治ると思いますか。皆さんの予想で書いてください。0から100の間ですね。薬理効果はないんです。薬理効果っていうのは鬱を治すような効果は全くない、単なる澱粉と考えてもいいでしょうね。答えは 40% です。大体一般的な抗うつ薬の治験においてね、澱粉だけ飲んで 40% 治るんですよ。抗うつ薬だけ飲んでもう 60% しか治らないんですね。逆に言うとこれを言うとだから 20% の人にしか薬の恩恵っていうのはないということになるわけですね。これがプラシーボの効果ですよ。分かりやすいとプラシーボはものすごく効きますね。ただプラシーボっていうのは効くと思って飲まないと効かないので、うちの主治医は信頼できない、こんな信頼できない主治医の出す薬は効かないに違いないと思って飲むと効かないです。うちの先生は素晴らしい先生だ、いやネットで調べるけどこの病院はすごくいい病院だし絶対ここに通ったら治るぞって言って飲むと、さっき言ったように 40% は効くんですよ、プラシーボ効果だけで、ね、なので、あと薬に対する不信感が強い人は薬の効果が出づらいです。そして副作用が出やすいです。この薬は副作用が出る薬だと思って飲むと副作用が出る、これをノセボ効果って言うんですよね。なのでメンタル疾患の場合においてはプラシーボ効果 40% で薬理効果 60% だから、重要なのは効くと思って飲むということと、カバセがいつも主治医を信頼した方がいいですよと、とりあえず不信感もあるかもしれないけどとりあえず信頼して治療していった方がいいですよっていうふうに言うのは、このプラシーボ効果だけで 40% も治るわけですから、だから皆さんはうちの主治医はもう本当にもう信頼できません信頼できませんって言ってると、どんな薬飲んだって効かないんですよ。そんなのは治らないの当然なんですね。だから主治医を信頼できませんとか言わない方がいい、思っていたとしてもうすうすね、言葉に出せば出すほどそれが強固な確信に変わっていくわけですから、だから主治医を信頼して治療しないと治るもんも治りませんね。これはね、どんないい薬も効かなくなってしまうということです。じゃあ薬出す意味あんのかっていうことになってくるんだけど、基本的に精神科医のほとんどはプラシボで治療してるというふうに自覚してます。それはですから、この薬飲むと治りますよ、いい薬なんですよってことを患者さんにポジティブなイメージを持つように説明することによって、本来の治療効果以上にどん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 治していくことができるんですね。プラシボ効果って気のせいだというふうに思ってるかもしれないけど、気のせいではないんですよね。治ると思うことによって体内の病気を治すメカニズムが活性化するんですね。実際にプラシボ効果だけで例えばサイトカインという炎症性の数値が下がるっていう研究があるんですよ。わかりますかね、炎症を起こす気丈が弱まるっていうか、意識するだけで。だから病は気からっていうのは正しくて、例えば今メンタルの薬のプラシーボですけども、血圧の薬でも同じようにね、治験するときはプラシーボと血圧を下げる薬っていうのを使うわけですね。そうした場合、単なる電報を飲んだ人も血圧10ぐらい下がるんですね、不思議なことに。だけど普通の高圧薬、血圧を下げる薬を飲んだ人は血圧が20とか30下がりましたよっていうことで、有意差がそこにあるからこの薬を採用しましょうっていうねことが起こったりします。だから血圧なんて、だって血圧計で測定するものですから、例えば気分が落ち込みますっていうのは患者さんの主観なんだけど、血圧なんて血圧計で測定するものだからごまかしようがないっていうかね、そういうものだと思うんですけど、それも下がったりするんです。だから病気が良くなるはずだと信じて治療する人は良くなるし、なんで治んないんだ治んないんだ治んないんだ、なんで主治医は信頼できないんだないんだっていつもネガティブなことを言ってる人は治らないということですね。それ治らない、自己暗示をかけてると体が実際にそうなっていくんですね。治るはずだと思ってると体が実際に動き出すわけですね。不思議なものですけどね、将来的にはそういう基準っていうのも解明されてくるとは思いますけども、思い込んだ通りになるんですね。実際そういうさまざまな炎症性のものとかホルモンとか変化するわけですね。自分が前向きに捉えたり楽観的に捉えたり悲観的に捉えない、そういったことが病気の治療についてね、非常に効果的に働くということでございます。プラシーボだけを売ってるわけではないですね。プラシーボ良いですかって最初の質問だったんだけど、プラシーボが薬局で売っていてそれを自分で飲んで治るのかっていうと治らないわけですね。それはだって澱粉なんだから、それはね。だから病院から出てる薬の中に一定の割合プラシーボ効果というものが本来の薬理効果に上乗せして現れてるというふうに考えたらいいと思いますね。だから薬ではこのぐらい良くなる、調子が良くなったっていうのがこのぐらいの効果だとすると、さらにこの部分がプラシーボで上乗せしてですね、この薬はよく効く薬だっていう思いがあると、この
のぐらいの効果もこのぐらい大きくなって感じ取れるので、あ、治ってきた治ってきた、よしこのままだとあと1ヶ月するともっと良くなってくるぞみたいなことでさらに良くなっていくということですよね。ということでプラシボ効果というのは非常に重要なので、プラシボ効果を発現させるためには皆様が薬に対して過剰な不信感を持たない、主治医に対して不信感を持たない、薬を信頼してこの薬は飲めば治るというふうに思って飲む、そして主治医を信頼してこの先生にかかっていれば治るんだというふうに思って治療していくと、プラシボ効果というのはより多く出やすい傾向がありますので、信頼感、薬や主治医に対する信頼感を持って治療していってほしいなと思います。